オーディオブック動画、歴史的文献探索、秘密結社、明治33年1900年3月、フランス哲学博士フランソワ・リニョール著、1922年7月26日没。その1、著者前書き、役者前書き。要約。政治家、代議士は、黒幕の操るパペット、操り人形に過ぎない。そのため、例えば正義に反し、行動にもとり、国益に逆らう、ある法令が出ることがあって、我々国民が、この法令に賛同した各代議士にアクセスし、そのお考えを問いただしてみても、彼ら政治家は、皆、口々に、これは私の意見ではない。この法律は、実は、私が賛成したものではない。などというのだ。このように、国の政治は、黒幕が決定している。その黒幕は、国民の目には、隠れて見えないけれども、至るところにあって、至るところで作用を及ぼしている。それでいて、政治家を操り、国益に反する法律を制定させては、国を売り渡させたり、国を滅ぼすことをさせている。その黒幕とは、秘密結社、フリーメイソンであり、なかんずく、その中のえりすぐりの上層部、イルミナティである。イルミナティの中のミスター・イルミナティとは、中央銀行のことであり、国際金融権力である。著言、日本にも秘密結社を作れ。6、7ヶ月前と記憶するが、雑誌、日本人に、秘密結社の創設の必要を論じたものがあった。欧州大国に秘密結社が設立されているのを見て、日本にもこれを採用すべきであるという意味か？もし論者のこの意見が日本をして時世に遅れないようにする趣旨であるなら、大いに喜ぶべきことかもしれない。しかしながら、あえて問う。この論者は秘密結社の名は知っているとしても、その実、果たしてそれがいかなる存在であるかを知っているのかどうかと。私はこれを疑わざるを得ない。ましてこの書の読者の多数に至っては、秘密結社の何たるかは彼以上にこれを理解するものではないと私は断言する。そう言ったからといって、あながち読者を侮辱する言葉にはなるまい。秘密結社の何たるかを知るのが先決。本当に日本に秘密結社は存在しないのか、日本に秘密結社を設立することが果たして必要かどうかは、もとより一つの問題であるから、各人は思い思いにこれを判断すればよい。しかしながら、私が考えるのは、第一に、秘密結社とは果たして何者であるか、その真相、実質を示さないまま、日本には、未だ秘密結社が存在していないとの前提で、議論を進めるべきではない。各人をして、この議題につき、正しい決断を下すのを容易にさせるべく、秘密結社の何たるかを研究し、その実態を知り尽くすことは極めて有益である。それは極めて興味深い仕事になると信ずる。なんとなれば1800年頃から100年にもわたる万国の歴史を知り、なかんずくここ30年来の各国政治の方針がどのようなものであったかを説明しようとするには、秘密結社なるものを徹底的に厳しく調査することこそが最も重要にして必要不可欠のことだからである。フリーメイソン成立後に起こった改革や革命、試しに前期1800年から1900年に起こった社会の改革とその移り変わりを見てほしい。一方においては、改良、刷新、新運の見るべきものがあることは争えない事実である。ただ他方において、同時に過去の生きなるもの、美なるものの多くは破壊、粉砕され、バラバラに分断されてしまった。今現在使われなくなりつつある古い考え等であっても、将来これにとって変わるものが未だ提案されていない以上、社会や政治、人々の生活を一変させる改革や革命が正しいとは言えないはずだ。そうした社会改革論、革命論の問題点が未だ払拭されていないのだ。我々はこうした現実に相対するごとに、ああ、この切実なる問題を解決する鍵はどこにあるのだろうかと自問せざるを得ない。表に現れた物事のありさまははっきりとしているが、しかし
その原因力を及ぼしているものは奥のまた奥に隠れているからである。今日世界の国民を巻き込んできたこの潮流や趨勢はいかなる原動力を持ったものから起こされたのか。彼らの計略は何か。また彼らはいかなる目的に向かって国民や世界を導こうとしているのか。政治は演劇、政治家は秘密結社の操り人形。人は政治の世界というものを劇場に例えて政治舞台と呼んでいる。この比喩は極めて言えて妙である。政治家という役者はおのおのこの政治舞台に出てその芸を演ずる。観客はもとよりそこで演劇が行われているに過ぎないという現実を理解せず、そのような演劇が催される理由や目的に至ってはなおさらのことである。それどころか役者政治家本人でさえもまた往々にしてこれを知らないでいたりする。今日の政治家は皆このありさまである。彼らは政治舞台のパペット操り人形に過ぎず、自らの知能や意志によって動くものではない。黒幕宰相は楽屋に控えていて彼らを自由に使いこなす。しかし彼ら自身はこれに気づかずに黒幕にいいように操られている。売国政治、国益に反する法律がまかり通るのは黒幕が操っているから。例えば正義に反し行動に戻り国益に逆らうある法令が出ることがあって、我々がこの法令に賛同した各代議士にアクセスし、この法令を発布した閣僚大臣の門を叩いて、それをしたお考えというものを問いただしてみたとする。しかし彼ら政治家は皆おのおの答えていわく、これは私の意見ではない、実は私の意見ではないと。そしてあくまでも議会の世論によって決まった政府の意見である、政府の閣議決定がなされているなどと言うばかりなのである。ならば答えてほしい。議会とは何者であるか、政府とは結局何を指すか。国会を組織する議員中、内閣を組成する大臣中、一人もこの法令の創設者ではないというのか。だったらその機械な真の制定者とは一体どこにいるのか。そうなのだ。国会議員に内閣大臣に自らの方針を授け、その意思を伝え、このことを彼らに政策として議論させ、彼らを動かして、その一言一句一挙手一投足を自由自在に操る不可思議な原動力者とは一体誰なのか。彼は社会の表には決して出ては来ず、我々の手で捉えることができない。そしてそうでありながらまた巧妙に自身の責任を回避している。このような原動力者とは一体どこに隠れているのか。本書のテーマ黒幕は一体どこに隠れているのか。我々は政治舞台において政治家大臣が傀儡でありパペットであることについては見聞きしている。しかしながらその傀儡を操る者、その人形使いは一体どこにいるのか。これは何も政治舞台だけではない。今時の社会は皆そうなっているのだ。現在万事を運転する決定者やその取り巻きは隠れて見えない。隠れて見えないけれども至る所にあって至る所で作用を及ぼしている。我々は問う。この至る所に隠れてまた至る所で作用を及ぼしている意思決定者やその側近とは一体いかなる場所に潜伏しているのかと。本書はこれらの所在を享受しようとするものである。読者の方々が本書を熟読精読していただける光栄を賜るならば、必ずこれを知ることができると思われる。明治33年1900年3月、翻訳者前田長太氏の筆を介して、著者哲学者フランソワ・リニョール、ここに記す。